7月7日七夕の日、ズーズーワンダーランド始まりました。ありがとうございます。ようこそ。はい、声が聞こえてきておりますけれども、さあ、この番組は公益財団法人沖縄子どもの国の提供でお送りしていくわけなんですが、今日もですね、タカポンさんにお話を伺っていきたいなと思っております。はい、今日もですねっていうのは、先々週タカポンさんが出ていただいたんじゃないかと思うんですけど、慰霊の日ね、慰霊の日にはね、いろいろな思いでうとうと申しながら、はい、過ごしていきましたけれども、はい、今日は楽しくみんなで、やはり7月7日の七夕を考えて楽しめるワークショップの紹介ってことなんですが、そうなんです。まずはこの場所なんですけど、こちら、感覚ラボに来ていて、はい、ありがとうございます。バック的にはね、ちょっとカラフルでいいなと思ったんですが、ごめんね、ここじゃない。ここじゃありません。ここじゃないの。まあ、これね、収録なんで、はい、申し訳ない。今、他で使ってて、会場が。本番は、すぐ上の階の、はい、不思議ラボで。わかりました。2階の、ここはね、地下2階なんですが、もう一個上の地下1階っていうところでやりますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、どうぞ、高橋さん、見ていただいて。はいはい、まあ、今日はですね、そう、ワークショップを吉田さんにも体験してほしいって言われてたんですけど、まずは、だけどね、時間ね、一体どういったワークショップのタイトルを教えてください。もう七夕なので、はい、やっぱ、七夕といえばね、はい、織姫と彦星が一年に一回だけ抱き合う。抱き合うじゃない。出会うってこと。出会う。ね、素敵な日です。そうなんですよ。だからほら、七夕みんなほら、いろんなお願い事もしたりすると思うんですけど、はい、その、織姫と彦星ってさてどこにいるんだろうっていう。ああ、どうしよう。わかる？どこにいる？待ってね。太陽系、銀河系、その中の。いいね、多い。そっか、地球の。地球の？日本の。うん、あ、違う、待って。ちょっと待って。空にいる。そうなんですよ、そう。そうね。宇宙ね。宇宙、宇宙。カデナ町にいるわけじゃないから、ね。違う。宇宙ですね。そう、宇宙の、織姫と彦星っていう名前ではなくて、本当は星座。そうですね、うん、の中の一つのそれぞれが星なんですけど、宇宙とか、星、星座、はい、みんな星座、自分の星座とかはね、何座だよとかってあると思うんですけど、うん、この夜空、はい、見上げた時に見える星空の中に織姫と彦星が実はいるんです、はい、なので今回はその宇宙だとか、夜空だとか、星座、星に興味を持ってほしいなということで、ただでもお勉強だけだと面白くないじゃないですか。はい。ね、図鑑とかも用意するんですけど。たくさんあります、本がね。そういった見るだけって面白くないんで、うん、それを、まあ、自分でね、見たりした後に、ぜひ工作にチャレンジしてほしくて。面白い。さすがワンダーミュージアムですね。うん、虹色夜空。はい。七夕の星空って、星座だ。はい。っていう工作を。やります。で、今日は吉野さんにちょっとチャレンジしてほしいんですけど。あ、そうなんですね。わかりました。はい、ここに、本番はね、こんな落ち方しないんだけど、これ材料。材料がですね、これ材料って言うと、ラジオか、これ。そうですね。うん、針金の、そうですね。何かしら、今日はブルーの可愛いね、針金が今目の前にありますけれども、はい、それが輪っかになって、ちょっとした台になってるのかな、うん、そう、これがね、スタンドになります。スタンドが、ランプシェードみたいなものをイメージしていただくと、ラジオの前の皆さんもなんとなくわかるかな、分かりやすいですね、傘がついているやつなんですけど、はい、それを、せっかくなのでカラフルでもあるし、でも星座も見えるみたいな、ちょっとハイブリッドな感じ。あ、ハイブリッドな感じで。わかりました。していきましょう。はい。使う材料だけをちょっとね、まあ、ラジオなんで、言葉だけで言うと。はい。さっき吉野さんが言ってくれた、針金、アルミワイヤーを曲げて作ったスタンドになるものが一つ、はい。スタンドが一つ。うん。で、もう一つは、何やら不思議な形。これ、扇形って言った方がいいかな。本当だ。扇形の、ラインが引かれた、これ、ラミネートフィルム。あー、ペラペラしています。うん、そうです。はい。で、黒い、同じ形した黒い画用紙、ね、これを使います。あとは、はい、半月な感じですね、はい、カラフルになるように、虹色になるように、セロファンですね。セロファンがたくさんあります、はい、これを用意しています。短冊みたいで、そうですね、可愛いですよね、はいはい、じゃあ、はい、まずは早速作っていい？はい、いきます、うん、
ちょっとだけ時間かかるはずなんで、はい、まずはこのラミネートフィルムの中に、はい、間にこのセロファンを10枚好きな色選んでいただいて、そう、挟んでいってほしいんですが、はい、ちょっとだけ注意事項があります、はい、この扇形に書かれた線をはみ出ないようにできるだけ、はい、なるほど。一応ねラジオを聞いてる方にとっては、うん、三日月の月様を思い描いていただいて、ね、これをくるっと丸めるととんがっちゅうのなんかね、三角帽子みたいにね、のっぽさんの帽子みたいになるんですけど、その中からはみ出ないように、今平面になってるので、平面です。はい。後で組み立てて切っていくので、はい、はみ出ないようにラビネットフィルムの間にセロファンを10枚好きなもの選んで、切ったりしても大丈夫。あ、挟んでください。あ、いいんですか？はい、どんどん行きましょう。はい、どうぞ。ガンガンいいですか、私。どうぞ。これは今、はい、どうぞ、なんかセロファンで止めていいんですか？うん、止めなくて大丈夫。そのままこうやって、うん、大丈夫。乗っけてください。乗っけて。いろんな色あります。はい、10枚ですよ、10枚。こんな感じで、はい、重なってもいいですか？大丈夫です。重なると色が変わって楽しいかも。あ、そっか、ちょっと私好きな色ばっかりがなんか。いいよ。そのままペラ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 。本当は、下白にすればよかったね、私ね。本当？あ、でも大丈夫ね。大丈夫、大丈夫。でもなんかね、色的には、ちょっとほら、一応この辺はさ、うん、こういう感じで。ほら、ちょっと冬の。この辺はって冬の。ラジオ、ラジオ。そう、ラジオ、ラジオ。ラジオだ。そう、ちょうど、端と端をこう止める瞬間、つまりは端っこなんですが、うまくね、ちょっと私、冬ふさわしてるんですけど、うん、みんな綺麗に子供たちは重ねていくと思うんです、右左に。私は綺麗に乗っかるようにして、今わざと、ちょっとやってます。うん、そして間は、ちゃんと、ハサミで切って、やっていきます。あ、何枚？10枚。嘘、うん。何枚使ってんの私？今7枚。嘘、もう終わりじゃん。え、嘘、終わり、うん、私ね、ちょっとごめんなさい。ブルーでいい？うん。ブルーとか好きなんですよ。あ、もうはみ出していけないんだよね。はみ出しても大丈夫だけど、剥がれやすくなっちゃうぐらい。あ、そっかそっか。でもちょっと切ってもいい？なので、切って、切って。ちょっと切ってもいい？うん。まあ、切る作業が入ったりするんですね。大丈夫ですね。超早い、私。ほら、わかります？うん、ちょっとわかります？これ分かる分かる分かる。ラジオだからね。セロファンが重なったりとかしていて、色が変わったりするのもきっとね、個性的になると思います。はい。今何枚使ったんだろう、ね、でもね、10枚で結構な色合いが出てますね。そうそうそう。このハサミが切りにくいんだな。はい、そうなんですね。なんかね、はい、まあ、ハサミ使ったりするのも、きっとね、はい、セロファンあんまり切ることないからね、練習でも楽しいですね、はい、これ。貼りまくって、まあ、あと1枚ぐらいかな。あと1枚ぐらい。じゃあ、あと1枚ぐらいを切りますけれども、はい、切った後はどうなるんだって話なんですよ、うん、これね。で、これをですね、ラミネート。少しね、私、マシンで雑な感じになってます。大丈夫。一応できました。大丈夫。はい、はい、じゃあこれを、じゃあ、ラミネートを、今開いたまんまでしたけど、これを閉じます。ああ、すごい。はい、セロファンを挟みますね。すごい。で、これをラミネートします。なるほど。だからこれ、ハサミで、なんていうの、そう、糊で。くっつけなくても大丈夫。すごいわ、はい。じゃあ、私、ラミネートしてきますね。はい、一旦、ジングルです。全然ワンダーランド。ということで、7月7日、はい、ズーズーワンダーランドを放送しています。さあ、収録放送ということで、あらかじめ、今日はワンダーミュージアム内で、タカゴンにそのワークショップの内容ですね、はい、明日からスタートしますけれども、ご紹介いただいています。はい、さあ、中盤戦なんですが、はい、私がセロファンを貼った、そう虹色ラミネートね、はい、がラミネートし終わりましたので、はい、まあ、ここは来てくださる本番も親子で、力、なんだろう、役割分担しながら進めていければと思ってますので、ね、切るのじゃあ、タカゴンやるね。はい。じゃあ、そしたら、じゃあ、その間に、せっかくさっき話した、夜空に輝く星を、黒画用紙に穴を開けて表現をしてほしいと思います。私、好きなもの決めてるんですよ。決めてるんですか？私、実は双子座で、なので、双子座と、いつも私がこの、夏に見るの、うん、カシオペア座と冬、夏？カシオペア座は今日ないな。ないです。双子座でいきます。オッケー。双子座だと思って双子座用意してた。はい。わかりました。吉野さん、5月ね。はい。はい、ですね、本番にはもうちょっと増やしますね。ガイドになるような星座カード用意しておきますので、はいはい、それをに当てながら、ちょっと気をつけながらですけど、画鋲で、押し瓶で、押し瓶で穴を開けていただきます。はい、もちろん、この星座、カードに合わせて穴を開けて、全部それで行くのも OK だし、自分で星座作ってもいい。なるほどね。うん、好きなように穴を開けていっていいってことね。そうそうそう。ちっちゃい子だと、バン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 開けてもらって、好きな夜空に。はい、
星が輝くように穴を開けていただければと思います。ただ指だけ気をつけて。わかりました。じゃあスタートします。お願いします。はい、下にちゃんと段ボールの下敷きを敷かれてるので全然ね危なくはないですけども気をつけていきますね。はい、気をつけましょう。双子座って案外難しい。そう、たくさん、結構たくさんですよ。たくさんですよ、いきますよ。そう、雰囲気で真ん中からいきます。まずは頭、頭。これこれこれ、ガイドにするというのよ。え、何？あ、そうなの？そうそうそう。あ、そのまま刺すってこと？そのまま刺してください。いいですよ。穴開いてるから。あ、嘘。はい。1、あ、いい。刺し応えが気持ちいい。なんだこりゃ。いい？いいっすよ。いいっすか？いいっすよ。ね、た、あ、これ楽しい。でしょ？星座の形も学べるし。はい。なんか、あ、そういう、なるほどね。刺すことによって、この星の感覚というか、うん、はい、分かりますよね。ちゃんと分かると思います。はい。双子座は一旦1を終えまして、はい、じゃあ次どうでします？次はちょっと私いいですか？うん、好きな星座作ってもいいですよ。いいですか？だったらまあもう分かってます私はね。はい、ケンタレス。ケンタレス？あ、サソリ座だ。サソリ座の中のアンタレス。すごい。なんだってと思って。今そんなのいたかなと思って。そんなのいたかなって。もうこれラジオですよね。うん、そうそうそう。伝えなきゃいけません。うん、はい。そうですよ。サソリ座のアンタレスを作ります。はい、これアンタレスはとても明るい星なので、はい、夜空ですぐ見つけることできると思います。そうですよね。結構わかりやすいですよね。はい、特に真ん中の背骨あたりのさ、そうですね、星が結構。サソリ座かっこいいですよね。かっこいいです。でね、結構ね、わかりやすいの形が多分。うん、だから絶対誰が作ってもいけるんじゃないかなと思ってます。はい。そこでサソリ座。はい。アンタレス。アンタレス。はい。行きました。はい、あとはね、この星座を2つ作ったんですけど、うん、あとは私の感覚でいいですか？いいですよ、いいですよ。で、作りたいのがあって、なぜか、はい、ハートです。あ、いいですね。いいですね。はい、いいと思います。もうそうそうそう、そんな感じで。ハートも行くし、きっと世界に1個だけの星空ができてくるはずです。ですよね。細かくしたかったんですよ、この感覚を。そうすることで、何か、できるんじゃん。こんな普通はね、こんな風にしないのよ。星座だからみんな。もっとね、夢があって広がったりするんだろうけど、あえて、吉野さんを作ってみましたよ。はい、うちに、ワンダーミュージアムにの教育普及員の一人に、はい、博士がいるんですけど。博士、はい。高安博士。あ、高安さん。はい、高安博士と、この間話した時に、はい、U の字に穴を開けて、便座。とか、ちょっと待って、トイレの便座、うん、なんで面白いでしょ、とか、そうとか、座がつくやつ、座ね、座、座だから、座布団の座、あ、何座でってことね。そう、何座。え、待ってよ、何とか座がつく、うん、銀座。あ、いいんじゃない。銀座。銀座で表現するかって話なんですけど、銀座。ちょっと待って、時間が過ぎてるんじゃない、うん、そうこう言ってるうちに、はい、きっと時間が経ってるので、ね、もう次は正解にしていきます。はい。一応開けました。それでは正解の入る前に一旦ジングル入ります。よし。ということで大人の事情で仕上がってしまいました。でも本番ではゆっくりやっていただいていいので、お手伝いしながら、まあ、家族でね、はい、お手伝いしてください。はい、じゃあということで最後の仕上げ、はい、私がどんどんね画鋲で穴を開けたこの黒傘、うん、見た目にはクバ傘みたいなんですが、はい、これをかぶせます。はい、完成。そして完成です。完成です。さあ、じゃあそれを楽しむために、はい、今回は光源を潜りましょう。光源はない、私たち持ってないので、光ですね。はい、お家に、はい、お家の方がお持ちのスマホのライトとかで当てると完成です。ね、皆さん今ね、ちょうどタカゴンさんがテーブルに黒い膜を張って、はい、暗闇を、ね、作ってくれました。お化け屋敷みたいに、そこに私が作ったその、なんて言いますか、ランプシェードみたいなこの私が作ったね、ものを今入れてます。そしてタカゴンさんの携帯の光を借りてかざすと、なんと私が黒い画用紙に画鋲で開けた双子座の星座だったり、はい、ちょっと私自身の似顔絵だったり、いい、ね、そしてハートだったり、吉野さんだよ、これ吉野さん、これ逆になってるんだけど、頭ね、ターバンしてます。でハート型も見えてきました。そしてこの辺とかもとってめっちゃ綺麗。セロファンってすげえ。しかも黒とセロファンの組み合わせで光をかざすとこんなに夢のよう。あ、あ、ほらこれなんだっけ、サソリ座。サソリ座。アンタレス。アンタレス。ねえ、アンタレス、サンタレス。覚えた。ね、アンタレス。そしてハートがいっぱいです。愛が欲しい。ね、愛が欲しい。はい、くるくる回します。わ、これ楽しい、タコゴンさん。ありがとうございます。で、もちろん、はい、お家でね、また黒画用紙に、はい、足してもらって、
らったり、これ傘取っても可愛いと思うので、あ、可愛い、はい、何お家でインテリアとしてもお楽しみください。わかりました、はい、さあということで、今日は高子さんと一緒にワークショップの話題をすごい姿勢から、ね、私たち正座したり四つん這いになったり、あのテーブルの下に潜ったりしてますが、まとめをお願いします。はい、はい、この虹色夜空ですね、はい、今日は7月7日ですけど、はい、明日、7月の8日と、8と9で、その次の週次よ、その次の週の15、16、17日の、はい、ちょっとお時間が10時から12時とお昼休憩が挟んで、はい、1時半から4時半までの受付で300円、はい、300円です。できますので、はい、親子の思い出が作れるし、ロマンがありますよ。あと星座の、ね、話もできるかもしれない。まあ、ワンダーミュージアムの番組ワンダーランド始まって以来 の、 あの姿勢もおかしいし、あのなんか3分クッキングみたいなことで省略もしてるし、はい、もうわけが分かんないんですけど、あとなんかあの会場にはですね、防衛天体望遠鏡を置いたりとかして、そう入ってるこちらね、はい、あの、はい、お伝えしますけども、はい、いろんなね体験もしながらお楽しみいただける空間に頑張って作りますので、はい、ぜひお越しください。はい、参加をお待ちしております。高子さんでした、ありがとうございました。次はインフォメーションコーナーです。8月7日七夕の日、はい、後半戦でございますが、ズーズーワンダーランドのインフォメーションコーナーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すごいね、東條さん、はい、お久しぶりです。お久しぶりです、はい、撮ってる場所はまずは今日こちらはインフォメーションのコーナーでは場所を移動してきたんですけれども、沖縄子どもの国のメイン駐車場を入って、うん、はい、すぐのですね、あのレストランの下にある、はい、普段はなかなか一般の方は入ることはできないんですが、ね、あのここであのいろんな講座なんかもするスペースで、はい、活動フロアというところになります。はい、活動フロアを今日お出しいただいて、はい、すごいなんか真正面に東條さんが遠いわけ、本当こうやって触れたいんだけど、あえて吉野さんとなんか近づきたくなるみたいで離れてますが、ね、まあ、いやですね、よろしくお願いします、まあ、お願いします。さあ、ということで、あの今週末、今日がまあ七夕なの で、 そうです、ね、明日、明後日、8日、ここの他にもやはり目白押しですね。そうですね、はい、まあ、8日9日には、8日の日にはですね、はい、沖縄子どもの国 の、 あのワンダーミュージアムの方で、はい、虹色夜空七夕の星空で、はい、ワークショップが、7月8日と15日開催されます、うん、はい、で、あの、どういうことかというと、まあね、七夕なので、まあ、織姫や彦星とか、はい、様々なあの要は星に関係した、はい、ちょっとミニランプシェードを作る予定となっております。おしゃれですね、はい、まあ、あと、まあ、詳しいことはまた担当の方から、はい、そうですね、はい、ありました、ね、先ほどありましたけれども、はい、はい、で、あのこちらの方が7月8日9日15、16日のこの2週間限定のプログラムとなっております。はい、ます。ちなみに時間帯は何時からなんでしょう。ですね、10時から12時と、1時半から4時半となっています。ちょうどなんか創作意欲が湧くというか、そうですね、ちょうどちょっとすっきりしてる時間かな、はい、いい時間帯かなと思うので、はい、子供たちもね、ありがたいですよ、はい、そうですね、この時間だったらまだ元気に参加できるのかなと思いますので、はい、ぜひぜひご参加ください。わかりました。まあ、参加ね、料金が300円ということで、はい、本当にあのね、すごくお求めやすいというか、そうですね、参加しやすい。これで300円だったらいいんじゃないかなというものになっておりますので、はい、ご兄弟でも一緒に参加していただいて、はい、ぜひぜひママやパパもぜひ、ね、一緒にね、サポートしてあげてください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。それとですね、同じ週の、9日、7月9日ではですね、毎月第2日曜日に、大体開催しております。はい、こちらですね、動物号7月の、動物合同バースデーを行います。ああ、やった、はい。今回ですね、対象とさせていただいているのは、あの、コモンリスザルのメトロとセブン。はい。あと、ハナジカのカデとピンとスナの3頭になっております。名前よ、はい。いつもこの名前と、ね、うん、ね、表情が何とも言えないですよね。その都度、あの、大体、あの、新しい子供が生まれた時に、はい、あの、うちの飼育員の名前だったり、うん、なんか、せっかく1匹目がこういう名前だから、そのまま続けてポンポンとつけたりとか、そういうのがあって、ちょっとの、ただまあその間が抜けてしまってこう飛び飛びにはなってるんですけど、いやいやいや、でもあの子供の国さん の、 あのスタッフ、はい、特に職員さんがすごくウィットに富んだいつもこの発想で、なんでこの名前がそうきたんだろうとか、結構ね、一つ一つの動物のお名前をチェックしてみてもすっごく面白いので、はい、次今回はね、コモンリスザル、そしてハナジカですね。はい、そうですね、うんうん、普段なかなかちょっとあの目立つところにはいないんですけども、そうなんです。で、まあ、花鹿は、あの、アーコーキーマル、あと、ヤクシマザル社の、はい、隣にあります。はい、そこの方で、
屋久島花鹿に、うん、花束ならぬ、彼らが大好きな木や草なんかを束にした草束をプレゼントする体験になっています。そうさ、ジョーさんうまいですよね。花束ならぬ草花を、草花を、まあ、こう一番好きなものを差し上げるっていう、はい、まあ、そうですね、バースデーですからね。はい、はい、で、はい、このリスザルの方には、リスザルとてもですね、手先も器用で、はい、で、たくさんのオスがいるので、に、フィーダーといって、動物たちが長い時間楽しめるように餌をこう与える、この仕組みがあるんですけども、それを使ったちょっとプレゼントを今回計画しております。そう、このいつもフィーダーっていう言葉、たまに聞くんですけど、はい、ちなみにちょっとラジオから分かりにくいのかな、どういったものになるんですか？そうですね、まあ、もちろん動物によってそれぞれですね、うん、形はあるんですけども、はい、例えば簡単に箱に入っていたりとか、はい、ではこのフィーダーっていうのが何かっていうと、例えば動物たちにですね、そのままご飯をあげたらそのまま食べてもう終わりっていう形になるんですが、ですよね、うん、このフィーダーっていうのはちょっと工夫しないとご飯を食べられない仕組みになっていて、その分の動物たちが暇をする時間を減らすっていうのが目的とした、なんかそっか、それで動物福祉の、はい、観点からいろいろな、多分子供の国に一度来ていただいたら分かると思うんですけど、なんか竹筒だったり、そう見たことある、はい、消防ホース編み込まれたなんかタワーみたいなやつがあったりとかですね、あとなんか変なボール、よく海に浮かんでるボールの V とかが、そうボールよ、はいはい、V とか、うん、浮いてるのを見る、置いてあるのを見ると思うんですけど、それはそのフィーダーっていう、餌をもうこうゆっくりとしっかりと食べてもらう、そうです、そうです、つまり人間でも早食いダメだよっていう、まあまあそういう感じです、ね、ゆっくりと、はい、まあ、ゆっくり食べるってことを皆さんにもゆっくりこう見ていただきたいですね、時間が長くなるから、そういったことも、まあ、福祉の、はい、愛護のことからも考えて、動物の健康を考えながらの揚げ方でもあるという、はい、へー、取り組みになっているので、そうなんだ、はい、フィーダーっていう言葉から勉強になるな、はい、わかりました。まあ、そんな感じで7月9日まずは主役になるのがコモンリスザルと花鹿、花鹿、はい、花鹿ですね、はい、3頭になりますの で, ので、それぞれコモンリスザルは10時から、はい、で花鹿の方は2時から、うん、それぞれの獣舎の前で行います。でその時にはですね、ちょっとしたクイズなどもやって景品ももらえますので、ぜひご参加お願いします。こちらの方は入園料だけで参加費に特にお金とかはかかりませんので、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。すごい駆け足で、東條さんすごいこの喋りのリズムがとっても良くて、いつもイベントの絵本の扉の時にも MC してくださったりする時ってめちゃくちゃ軽快なんですよ。なんかいろいろやってたんですか、学生の頃とか。全然全然。もう沖縄子供の国の皆さんって結構どの飼育員さんに話を聞いても、ね、みんな自分の持っている情報が多いので、まあ喋りますよね。私も人のこと言えないんですけど、まあまあ、人前で喋ることも多いのですごいね、自然と、はい、思わず、はい、しっかりと言葉もどんどん出てきますけれども、はい、ちなみに東條さんって動物な一番ちょ興味を持ってる動物って何なんですか？僕ですね、はい、子供の国で飼育している動物では、ね、一番好きなのは、またこれまた目立たないんですけども、レッサースローロリスっていう、レッサースローロリス、ロリス、はい、まあ、猿の原縁類、猿の仲間なんですけども、はい、夜行性なので、はい、昼間は展示場の中でもだいたい毛玉のように固まっているので、全く動かない。丸っこいつも座って背中向けてる子、あれです、ちょっと小ぶりの、はい、あれがですね大好きなんですよ。なんでなんで？僕は昔ですね、これはもう今はもう全然ダメなんですけど、うんうん、一時期ペットで飼える時代があって、その時ちょうど僕東京で働いていて、はい、一回見て、あ、こんな可愛い生き物がいるんだと思って、でそこから興味を持って、で飼おうか飼うまいかとかそういうこと考えてたんですけど、当時ものすごい家に帰れない仕事をしてたので、あ、そうなんですね。なので飼うのを諦めて、ちょっとこれはもう動物にとっても悪いなと思って、であれよこれよと気がついた子供の国で働いて、ね、そしたらこのレッサースローロリスいるじゃんと、たまたま、そうですね、本当に偶然、それから本当にずっと好きなので、ドラマティック、もう一回名前教えてください。レッサースローロリスという、レッサースローロリス、はい、ロリスです、合ってます、合ってますよね、わかりました。これお猿さんの仲間ですよね。そうですね、はい、わかりました。あ、いろんな名前が出てきた。最近よくインタビューアーをしていて、はい、皆さんに好きな動物というか、ま、担当の、まあ、社での、もちろん馬が好きですとか、うん、皆さんそれぞれあるんですが、はいはいはい、それ以外にもちょっと自分が研究したいとか思いを込めている動物を聞いてるんですが、はいはい、レッサースローロリスを初めて聞きました。あ、そうですか。あ、ちょっとね、やっぱ東條さんらしいわ、はい、でもう一個最後に、はい、なんでジョーさんと呼ばれてるんですか？
僕はこの入った時に、当時入社した時がワンダーミュージアムだったんですよ。もともとそこからスタートで、でワンダーミュージアムは皆さん多分企業とかタカゴンとかいろいろ聞いたことあると思うんですけど、ありますあります。この入る時に、まあだ名というか、はい、ニックネームをつけられるんですけど、はい、そこで僕の先輩での方が、はい、東条だからジョー君でいいねっていうことで、はい、定芸なら本当に、ね、雰囲気ですよね。でも東条なんでジョーで、はい、なんかみんなちょっとなんかアメリカンチックな感じでね。ああそうですね、うん、当時なんかそういうブームがあったのかわかんないですけど、でも東条さんすごくイケメンさんで、今日はちょっとあえてね、マスクをされてますけれども、瞳から見てもなんかキラリと光るものあると思いますので、うん、東条さん見つけたらジョーさんと言っていただいて、いろいろ質問してみてください。さあということで、はい、よかったインフォメーションが楽しいな、はい、ということで本日七夕のインフォメーションは、今日はしっかりねちょっと紹介してる、動物未来化教育普及係というちゃんと担当の方なんですが、ジョーさんこと東条公輝さんに伺いました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。